20th シングル表題曲「シンクロニシティ」が第60回日本レコード大賞において大賞を受賞し、女性グループとしては2011年、2012年の AKB に続く史上2組目の大賞連覇を達成した乃木坂といえば、その美しいビジュアルと洗練されたパフォーマンスが魅力ですが、実は素晴らしい歌声を持つメンバーもたくさんいます。では今回は乃木坂の特に歌がうまいと評判のメンバー5選を紹介していきます。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは久保史緒里さんです。久保史緒里さんは乃木坂の3期生として2016年に加入し、その魅力的なビジュアルと圧倒的な歌唱力で瞬く間にファンの心をつかみました。宮城県出身の彼女はその透明感あふれるルックスと内面の真摯さで、乃木坂の中でも特に愛される存在となっています。久保さんの歌唱力は乃木坂の中でも群を抜いており、デビュー当初からその実力は注目を集めていました。彼女の声は非常にクリアで、特に中音域から高音域にかけての伸びやかさが特徴です。その性質はどんな楽曲でも透明感と力強さを両立させることができ、聴く人の心に直接響くような力を持っています。彼女の歌唱力はライブパフォーマンスで特に際立ちます。安定感のある声で、どんなに激しいダンスをしていてもブレることなく歌い上げる姿は多くのファンを魅了しています。また感情豊かに歌い上げる彼女の表現力も見逃せません。バラードからアップテンポの楽曲まで、彼女の声は様々なジャンルでその魅力を発揮します。さらに久保さんは乃木坂内でも舞台活動に積極的に取り組んでいます。彼女はその歌唱力だけでなく、演技力や表現力も高く評価されており、舞台でもその才能を存分に発揮しています。舞台「美少女戦士セーラームーン」や「逆転裁判」など数々の舞台で主演を務め、その度に多くの観客を感動させています。久保さんの歌への情熱と努力は彼女の成長を支え続けています。彼女はインタビューやブログなどで常に歌やパフォーマンスについての学びや挑戦を語り、その向上心が多くの人に感動を与えています。彼女の努力の結果として歌唱力は日々進化し続け、そのパフォーマンスはますます魅力的になっています。また彼女はメンバーやスタッフからの信頼も厚く、その謙虚な姿勢とチームを思う心が乃木坂の一体感を支えています。久保さんは自身の才能だけでなく、周囲との協力やサポートを大切にし、グループ全体の成長にも貢献しています。久保史緒里さんはその美しい歌声と人柄で多くのファンに愛され続けています。彼女の今後の活躍からも目が離せません。乃木坂の一員として、そして個人としても彼女の未来に大いなる期待が寄せられています。次は中西アルノさんです。中西アルノさんは乃木坂の5期生として2022年に加入し、その美しいビジュアルと高いパフォーマンス力で瞬く間に注目を集めました。東京都出身の彼女は透明感のあるルックスとスタイルの良さでファンを魅了し、その名前アルノはイタリア語でアルノ川を意味し、彼女の流れるような美しさと優雅さを表しています。中西さんは幼少期から音楽やダンスに興味を持ち、さまざまなパフォーマンスを学んできました。その結果、彼女の歌唱力は非常に高く評価されています。彼女の声はクリアで透明感があり、低音から高音まで安定した音域を持っています。特に高音域での伸びやかさが特徴で、どの音域でも安定した声を出すことができます。彼女の歌声には独特の感情表現があり、聴く人の心に直接響くような力があります。9thシングル「アクチュアリー」では5期生で初めてのセンターを務め、歌唱力だけにとどまらず、彼女のダンスパフォーマンスも非常に高く評価されています。彼女の動きはしなやかでありながら力強く、曲のリズムやメロディーに完全にマッチしています。彼女のダンスには観客を引き込む力があり、その一瞬一瞬に込められた情熱が伝わってきます。乃木坂5期生のレギュラー番組である「超乃木坂スター誕生」ではその歌唱力を十二分に発揮しており、その歌唱力が大きく評価され、2023年12月から CS 放送 TBS チャンネル1にて放送されている音楽番組「Spicy Sessions」で MC としてのレギュラー出演し、ゲストとの歌唱にコーラスとして参加しているほか、毎回ソロでも歌声を披露しており、乃木坂のファン以外の幅広い層から人気を集めています。中西さんはファンとの関係を非常に大切にしており、SNS やファンクラブを通じて常にファンとコミュニケーションをとり、その声に耳を傾けています。彼女の親しみやすいキャラクターも魅力の一つであり、多くの人々に愛されています。今後も中西アルノさんの活躍から目が離せません。彼女の才能と努力は乃木坂の一員として、そして個人としての成長を支えています。次は柿遥香さんです。柿遥香さんは乃木坂の4期生として2018年に加入し、その美しいビジュアルと多彩な才能で瞬く間に人気を集めました。栃木県出身の彼女は透明感のあるルックスと高いパフォーマンス力でファンを魅了し、グループの中心的存在として活躍しています。柿さんの歌唱力は乃木坂の中でも特に高く評価されています。彼女の声はクリアで伸びやか、そして力強さを兼ね備えており、低音から高音まで安定した音域を持っています。特に高音域での透き通るような性質は多くのファンの心を掴んで離しません。彼女の歌声には独特の感情表現があり、聴く人の心に深く響く力があります。ライブパフォーマンスにおいてもその安定感と表現力は際立っており、どんなに激しいダンスをしていてもブレることなく美しい歌声を披露しています。柿さんは乃木坂のシングルでも重要な役割を果たしてきました。2021年にリリースされた28枚目のシングル「君に叱られた」では初のセンターに抜擢され、その圧倒的な存在感とパフォーマンスでファンを魅了しました。その他にも表題曲センターを務めており、メンバーやファンからの人気、信頼度の高さが見受けられます。センターとしての役割を見事に果たし、その後もグループの中心として活躍し続けています。センターとしての経験は彼女の自信とパフォーマンス力をさらに向上させ、乃木坂の新しいエースとしての地位を確立しました。また柿さんは他のメンバーとの協力やサポートにも力を入れており、グループ全体の調和を大切にしています。彼女はメンバーからの信頼も厚く、そのリーダーシップと優しい人柄で多くの人々に愛されています。彼女の真摯な姿勢と努力はファンやメンバーから高く評価され、乃木坂の未来を担う存在として期待されています。柿遥香さんの魅力は歌唱力やパフォーマンス力だけにとどまりません。彼女は絵を描くことが得意で、そのアートセンスも高く評価されています。乃木坂の公式ブログや SNS で公開される彼女のイラストは多くのファンに喜ばれています。彼女の多彩な一面は乃木坂の中でも異彩を放っており、そのクリエイティブな才能は今後もますます注目されることでしょう。次は林瑠奈さんです。林瑠奈さんは乃木坂の4期生として2020年に加入し、その洗練されたビジュアルと多彩な才能で瞬く間に注目を集めました。兵庫県出身の彼女はグループの中でもひときわ輝く存在であり、その魅力と実力で多くのファンを魅了しています。林瑠奈さんの歌唱力は乃木坂の中でも特に高く評価されています。彼女の声は非常にクリアで豊かな表現力を持っています。低音から高音まで幅広い音域をカバーし、どの音域でも安定した歌声を披露します。特にバラード曲においてはその繊細な感情表現が際立ち、聴く人の心に深く響く力があります。31st シングルでは初めて選抜入り、32nd シングルではアンダーセンターを務め、その歌唱力を発揮しています。彼女の歌唱技術はプロフェッショナルとしても非常に高いレベルにあります。彼女は正確なピッチコントロールとリズム感を持ち、どんな楽曲でもその魅力を最大限に引き出します。林さんはその歌唱力だけでなくパフォーマンス力も非常に高いです。彼女のダンスはしなやかでありながら力強く、曲のリズムやメロディーに完全にマッチしています。ステージ上での彼女の存在感は圧倒的で、その一瞬一瞬に込められた情熱が観客に伝わります。ライブやコンサートではそのパフォーマンスで多くのファンを魅了し続けていますね。次は陽木真央さんです。陽木真央さんは乃木坂の5期生として2022年に加入し、そのみずみずしいビジュアルと明るいキャラクターで多くのファンを魅了しています。兵庫県出身の彼女は独特の名前と親しみやすい笑顔で瞬く間に注目を集め、グループの新たな顔として期待されています。陽木さんの魅力の一つはその天真爛漫な性格と自然体の振る舞いです。彼女は常に明るく元気で、その笑顔は多くのファンに元気を与えています。 SNS やブログでの日常のつぶやきや写真からも彼女の人柄の良さが伝わってきます。ファンとのコミュニケーションを大切にし、誠実で親しみやすい姿勢は多くの人々に愛されています。歌唱力に関しても陽木さんはその才能を発揮しています。彼女の歌声は柔らかく透き通るような質感が特徴で、聴く人の心に優しく響きます。特にバラード曲では、その繊細な表現力が際立ち、感情を込めた歌唱で多くのファンを魅了しています。彼女の歌声には、聴く人を癒す力があり、その温かさが多くの人々に支持されています。乃木坂スター誕生では、糸やミックスナッツなどの楽曲を披露し、その歌唱力を発揮しています。中西さんや江上さん、奥田さんといった歌うまメンバーを多数抱えることが、この時点ですでに明らかだった5期生。また、ダンスパフォーマンスにおいても陽希さんは優れた才能を持っています。彼女の動きはしなやかでありながら力強く、リズム感と表現力を兼ね備えています。ステージ上での彼女のパフォーマンスは、一瞬一瞬に込められた情熱が伝わってきますね。ライブやコンサートでは、その存在感とパフォーマンス力で観客を引き込んでいます。今回は、乃木坂で歌がうまいメンバー5選を紹介しました。彼女たちはそれぞれ異なる魅力を持ち、その歌声で多くの人々を感動させています。乃木坂の曲を聴く際には、ぜひ彼女たちの素晴らしい歌声にも注目してみてください。坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。